こんにちは、ブルーホースです。ということで、すべて1位を取るまで終われませんという実況なんですが、今回ハネカップなんですけれども、もうね、あのね、 A カップから進めてって、今何カップかも忘れちゃったんです。確かこいつが Q カップだったから、R カップ、OPQRS、S カップになるのかな？はい、SSSS、S カップつって、昔なんかあの格闘技かなんかがバコンって壁破壊していくような CM があったかもしれないですけど、はい。なぜかね、これだけ、これ見てってたらわかると思うんですけど、これだけなんかすでにクリアしたような見え方になってるんですけど、僕の実況の中ではまだあの、オール1位取ったことはありませんので、はい、初見プレイで頑張っていくというふうに思います。ちょっとやったのかな？待って。ってないんだよな。アテネスでしょ。アテネとかさ、あのオリンピックの記憶しかないもんね、本当にね。2004年、光栄の駆け走ったーってさ、やってたやつ。で、前回から、タイヤだけ買いました。なんか外れそうなタイヤ、なんかバギーにふさわしくなタイヤだったんでね。はい、ということで、ブーンと今回も進めていきます。あ、マリオカートだからマリオがいた。へぇー。でも多分今回もね、ルイージとかキノピオとかが早いんだよね。何なんだろうな。俺、アテネって早い、その、キャラが決まってるとか、そう言われるのかな。そこら辺ちょっとよく分かってないんだけど、なんかあいつすげえ速いぞ、キノピコ。よいしょー、じゃあ、ジーン、うわー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 、やばい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 、こんな荒くれ者のステージ、俺は知らない、初めてやった、本当に。本当にっていう言葉をつけると、一気に信憑性がなくなる、この現象のことを皆さん、なんて名付けますか？うん、島田紳助現象？なんかさ、ほんまにってさ、ほんまってなんか島田紳助とかよく言ったりとかしてるじゃないですか。なんかあの松新とかの話でさ、あの松本紳助っていう番組とかで、ほんまなんすよこれマジでねとかってさ、ま、あの松本、まっちゃんとかも言ってたりとかしたけどさ、ね、よいしょ、で、よいしょ、で、こっち進んでって、オッケー、順調、順調じゃないでーす、危ないでーす、食らってまーす。あれ、これ2周目となんか、1周目と全然違うところ来てるけど、ん、おお、なんかすごい過酷な道を登らされているー、ぴょーん、おい、私これでいいのか、こっち進むので合っているのかわからないぞ、わからないから、とりあえず、あー、でこれあれだね、非常に危ないですね、これなんか多分食らわされたらまたあのボム兵ドッカーになるから、ここら辺でちょっとほいっとやっといて、あー、そしてアイテムが取れないという危機的状況。アテネか、ギリシャだよね。ギリシャってなんだろう、ヨーグルトかな、ヨーグルトのイメージがあるんだよね。助けてヘルプギー、はしゃーれば、いやっていい。あ、あ、違う、ちょっと待ってや、そんな、泣きっ面に蜂じゃーん。ぴょん。泣きっ面に蜂は良くないと思いますよ。ほら、後ろから、ピンクのキノコがこっち迫ってきてるじゃん。おー、危ない危ない危ない。よいしょ、危ない危ない危ない、逃げる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 、オッケー、よっしゃー、オッケー、さあ、あとはもうちょっとで、ね、逃げ切るだけなんですよね、オッケー、よっしゃー、誰か食らえ、オッケー、ごちそうさまでした、ありがとうございます。よし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 、おはぐろっていつの時代だっけ、平安時代、なんか歯を真っ黒に塗ることがなんか美しいとされていたって。まあ、美の感性なんて人それぞれだからね、あの、ピカソを見てどう思うかとかっていうね。ピカソもさ、あの、昔で、なんていうの、あの、バルセロナ行った時にさ、ピカソ美術館ってなんかあの、学生さんだったかな、違うな、あれな、最初の日曜日だけがなんか無料で入れるみたいなのを僕が行った時2016年だけどやってたんですよ。相変わらずスタート下手くそだな、おい。そう。で、あー、ちょっと待って。加速してくんなかった。クリボーとぶつかっている。で、おー、デイジー、さすが、あれなんだっけ、フラワーランドのお姫様とかだったっけ？ほい、とりあえず、なんか、あーと、キノピコ、それよくないよ、人のもの取るなんて、そしてお前誰だよ。相変わらず誰かわかんないやつがいるな。なんか前、この間、あれ、設定なんかギリギリ、ちょ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 、ものすごいバックしていく。うわー、そして危険物を持っているぞ、危険物を。赤い甲羅っていうのはね、とても危ないんですよ。こっちに向かって走ってくるんだよね。あー、緑の甲羅の森にとっては危険だった。とりあえずムカつくから見て、おー、マリオサイバースリーク、なんとかストリーム。もう、いや、滅びのバーストストリームでいいや。よいしょ、オッケー、さあ、俺のバナナを食べてみないか。お前が食うんかい。ちょっと男にそういう趣味はないです。まあ、キノコにもそういう趣味ないけどね。あー、かわいそうに。あー、やーやー、引かれて痛いー。マジかよ、そんなことを言いながらで。はい、で、今回も相談シリーズです。あ、別に、あの、なんか毎回なんかやってるのな、ほら、痩せたいとかさ、お金出たら増やしたらいいですかみたいな話とかを受けるみたいな話をしてね、意外と好評とまでは言わないけど、
なんかね、なんかなんかないって言われた。雑かよ、振り方が。うん。まあ別に構わないんだけどさ、で今回まあなんか僕ほら、もう誰の記憶にもないと思うけどさ、もともとあのコーチングとか心理学とか脳科学とかそういうまあ行動心理学とかそういうのを扱ってきた人間なんですよね。扱ってきたっていうのは別に大学で専攻したとかそういう話じゃなくて、あの独学で勉強して、まあ、独学というかまあいろんな講座とかセッションとかそういうのを受けたりとかしながらまあ身についていったっていうものになるんですけど、チルトここ何？おお、ホタテ貝が。ホタテどこここ どこにあ、なんかものすごい差が開いてるいつの間にか。はい。でね、やっぱり、まあもう、2024年もさ、折り返し地点をもう過ぎているわけなんですけれども、まあそんな中で、どうやって目標を達成していったらいいですかみたいな話とかっていうのはやっぱりよくいただいたりとかするんですよ。でね、よくある心理学とかを受けた人で、アファメーションっていうのを使いましょうみたいなことを言ったりとかするんけど、あれね、残念ながら、いや、効果がゼロとは言わないけれども、性格によるんですよ。うん、性格による。だから、アファメーションっていうのはその自分にポジティブな言葉を投げかけることによってそれを達成しているイメージを浮かばせてそれに向かって実際に行動を生んでいくみたいなそんな感じなんですね、ざっくり言うと。はい、嘘だろ。そう、11位。そんな俺よりも遅いやつがいるのか。そんなこと許されないと思うんだけど。よいしょ。うわーうわー、すげえ危ないのがいるな。そもそも爆発してなんでこう普通に生きてるんだろうね。うん、まあ、そんなのはどうでもいいんだけど。そうで、アファメーションっていうのは要は普段からポジティブな人が自分に対してポジティブな言葉を投げかけるみたいなんだったら全然問題ないんですよ。なんでかっていうと、思い込みの力ってやっぱ大切で、まあ、言葉、人生は言葉でできているみたいなことをさ、よく言ったりとかするけど、あれまさにそうなんですよ。自分がこうなるって言ってる日常の言葉が結構自分のその人生というか、まあ、体型だったりとか、いや、私デブだからって言ってる人でガリガリの人いないでしょ。で、私太れないんだよねとか、太らないんだよねって言ってる人ほど細いじゃないですか。あれっていうのは普段からそのために行動をする、行動を促すための言葉を自分に投げかけてるっていうのがすごい俺がこれ食らうのかよ。そんな危ないものをこんなところで走ってしまう、しかも逆走していくんじゃないわよ、怖っ。そうっていうのがあるんですよね。うん、すっごいそれって重要で、ここで止まっていたかったです。あれ食らったのか食らってないのかよく分かんなかった結局。そう、うん、オッケー、ドゥーン。そうっていうことがあるので、だから自分普段自分自身に対してポジティブな言葉を投げかけ続けている人はその思い込みの力によってあれなんですけど、普段ネガティブな人、うん、なんか宮下草薙だっけ、なんか口角が下がってアンミカに口角の上げ方を教えられてる画像が出回ってる宮下草薙君の方だったかな、はい、なんかっていうのもいるけど、ああいうその普段からネガティブなことをずっと言っているような人だったら、やっぱりポジティブなことを言えって言ってもどうしても嘘になっちゃうんですよ。でその反動がむしろ強くなっちゃって目標達成っていうのからむしろ遠ざかってしまうっていうような逆転現象っていうのが残念ながら起こりやすくなってしまうっていうことなんですね。だからアファメーションっていうのは本当にその普段からどういう言葉を自分にかけているか、ポジティブな人はぜひアファメーションやってくださいってことなんですけど、そうじゃない人はダメですと。じゃあネガティブな人どうしたらいいのっていう話なんですけど、これポジティブもネガティブな人もどちらにも僕は共通する目標を達成しやすくなる、達成するとは言わないよ、達成するとは言わないけど達成しやすくするため の、 やり方っていうのはあると思ってて、僕はこれは紙に書くなんですよね。紙に書くで、なんでかっていうと、例えばじゃあ唐突にさ、あんたの目標なんですかって言われて答えられる人なんて多分ねほぼいないと思うんですよ。10人聞いて2人でもいたら多い方じゃないって思って、コイン取んじゃねえよ俺のこの野郎、俺のアイテム取るんじゃねえよこいつ、ただの泥棒猫やん、ムカつく。なんかポットでのキャラクターのくせにさ、なんか俺もマリオパーティー3から急にポットで現れた変なやつだけどさ、その自覚はあるけどさ、これただまっすぐ進むだけ、すまんねえ。あ、しかも下に降りんのかよ。そう。あ、っていうところなんですよね。まあ、それはいいんだけど、とりあえず、今使うべきじゃなかったな。まあいいや。うん。ってことなんですよ。で、なんでかっていうと、忘れちゃうんすよ、人間ってどうしてもね。自分が何、だってさ、3日前に食べた晩ご飯な、あれでそっち、はぁ、そう、3日前に食べたご飯なんですかって言ったところでさ、思い出せないんですよ。うん、俺なんだったっけな、3日前でしょ、3日前、おーおー、
3日前マジでなんだっけ、3日前あーバナナ。じゃあそれは 毎朝あの娘が食べている朝食だ。違う違う、え、マジで何だったっけ、そうっていうような感じなんですよ。3日前、昨日食べたのは、え、昨日食べたのはちょっと待って、昨日食べた晩ご飯何だったっけ、え、思い出せない、やばいやばいやばい、昨日食べた飯が思い出せない。わあすごいことが起こった。おお、で、え、でもまだすごいやばくないか、ちょっと待って、ものすごいいじめられてる。そしてブーベラなんかいらないんだけど、よいしょ、やばいやばいやばい、8、うお、こんな最後苦労すると思ってなかった。推薦といれほいっと、で、なんでさっきからブーベランばっかりなの、いらないんだけど、マジでキラーくれキラー、なんでうんちなんだよ。あー、ちょっと待って、これ逆転できるか、普通に遊んでてこの順位だぞ、やばいな。なんかみんな早くない？で、なんでテレサなんだよ。そしてしょうもないもんパクってくるんだろう。どうせまたバナナとかさ、いや、いらんわいらんわ、まあいらないかいらないかで言ったを、いらないかいらないかって言っちゃったよ。じゃあいらないんじゃん、あぶね、よいしょよいしょ、うっそー、はぁ、もうえっちゅうねん、もうしょうもない、そうしょうもないのマジで嫌い。よし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 、あ、最後にアイテム2個取って、はい、逆転しよう逆転しよう、よいしょ、ほい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 、あれ3位、うっせー、うそーうそー、今抜いたやん、抜いてましたやん、くそってたやん、なんでだよ、勝つリベンジマッチやっていこう。10時10分、そんな生ぬるい時間じゃないっすよ。なんか10時10分っていうのはこのコースに由来でもあるのかね。うん、で、ちょっとあまりにも発狂しすぎて途中で途絶えちまったんだけど、こいつ早いんだよな、さっきからな。うん、この1個前のコースも裏でやってた時にギリギリまで2位だったからね、ずっとね、ほんと危なかったマジで。そうで、まあ、さっき晩ご飯が思い出せないバカみたいな話をずっと繰り返しただけだったんですけど、まあ、要するに紙にでも書いとかないと、自分がなんかそれこそなんか理念とか信念とか持って生きてるんだったら別ですよ。俺は海賊王になるって普段からさ言ってるんだったらさ、それは目標に向かってさ4校になったりとか30億ベリーになったりとかっていうのはあるかもしんないよ。でもそんな人なんかさめったにいないわけですわね。うん、残念ながらさ、っていうことを考えると、普段から紙に書いて、まあ、ノートでも何でもいいです、しょっぽい切れ端でも何でもいいから、常にそれを見て思い出せる状況っていうのを出しておくんですよ。まあ、それがそのなんか報酬の目標とかじゃなくていいんですよ、全然ね。なんか年商10億の会社を作るとかそういうのを言ってるんじゃなくて、別に今年中にダイエットで5キロ痩せるとか、なんかそういうのとかでも全然問題ないんですよ。ただそれを常に 目に入る形にして置かないと、まあ忘れちゃいますせっていう、危ない危ない、そうコースを忘れちゃいますせっていうことなんですよ。なんかすげえ滑んな、ここさすがタイムだな。よいしょ、あれアイテムが消えた。よいしょ、オッケー、こうしておけばよかったな。そうっていうことだから、ね、常に自分が何を目標としてだったんだっけっていうのを思い出しておく状況っていうのを作るっていうのが基地ですね。なんかさっきと全然違ってさ、すげえ余裕があるんだけど、どういうことだこれは。うん、まあっていうことです。ああ、ちょやっぱり誰かのバナナを踏んでしまった。俺のバナナは誰も食べてくれないのに。そう、あともう一個は、その目標を余裕がある人はっていうレベルで聞いてもらえたらと思うんだけど、目標立てるじゃん。そしたらそれをどうやるかっていうプロセスを書くっていうのはすごく大切にした方がいいと思います。じゃあ例えばそのさっき言った5キロ痩せたいって、5キロ痩せるって目標を
掲げたんだったら、じゃあその朝ごはんはこういうのを食べるとか、昼ごはんはこう食べるとか、運動だったらこれをするみたいな、その具体的にね、どういう行動をするかっていう目標とそのプロセスっていうのを一緒に書いておくと、あの非常に達成率っていうのは高くなるんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。だから僕も今までね、あの目標だけ立てたんだけど、どうやるかっていうのをもうちょっと細かく立ててみようかなと思って、それを今実践しているということなんですね。で、それをやることによって、その目標を掲げて、掲げたことで、まあこれでなんとかなるでしょうって満足しちゃう人っていうのは結構多いんだけど、あのプロセスまで書くと、ね、あの日常でその細分化してってこういうことをやってった方がいいんだなっていうのが、あのすごく楽になるんですよ。で、なんであの目標だけ書くと良くないかっていうと、目標だけ書くと満足をするだけっていうだけじゃなくって、もうなんかその何をしたらいいんだろう結局っていう状態で、毎回毎回頭使って考えなきゃいけない状態になってしまって、それがクソめんどくせえからもういいやっていう風になっちゃうんじゃないかなっていう風に思ったりもするんですよ。で、なるくらいだったら、もう初めから自分がこうするんだっていうプロセスの方まで書いてしまえばいいという、そんな感じですね。はい、ということで今回はですね、羽根カップ無事ですね、無事じゃないけど無事クリアすることができたということで、次回の、今な S カップまでから S、あ、T カップですね、やっていくという風に思いますんで、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお付き合いください。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。